ーパーカーワールド。石川真輝です。今回はレクサス LX オフロードバージョンです。今年の1月にデビューしたレクサス LX ですが、このモデルから、ノーマルバージョン、オフロードバージョン、エグゼクティブバージョンの、3バージョンができました。で今回、その中のオフロードバージョンというのを取り上げてみました。外観で目立つのはまずスピンドルグリルがブラックアウトされていること、それからホイールもシルバー、グレーですね、グレーで、グレーになってまして、さらにタイヤが18インチ、これはオフロードバージョン独自のサイズです。他は20とか22まであるのかな、そのぐらいになってます。それが特徴です。さらに、フェンダーの部分がブラックになってたりとか、いくつか外観的な特徴というのがあります。で、基本的なボディとしては、例えばルーフとかその辺はアルミを用いたりとかっていうのは同じです。足回りも基本的には同じです。最低地上高は 200mm、200mm っていうのはエグゼクティブバージョンは 210mm なので、むしろ 10mm 低いということになってます。ですから本格的なそのオフロードをガンガン走るという車ではないのかなというふうに思います。ルーフもアルミ、それからボンネットもアルミ、この辺はもちろんLX としては標準ですけど、さらにはそのベースになったランクルとも同じものを使用しているという形になります。内装です。フロントシートにまず座ってみます。シートは本革シートです。座り心地は、もちろん悪くはないんですが、そのホールドということに関してはスポーツシートにはちょっと劣ってるかなという感じがします。で内装ですが、シートのカラーですが、ブラック、ホワイト、ベージュ、ワインレッドと用意されています。今回の車は、ブラックです。室内ですけど、基本的な作りというのは、ランドクルーザーと同じです。助手席前も同じような作りになってます。センターコンソールには大きなこのモデル、これリッドは右側から左側から両方開くんですが、これクールボックスにもなってる、この辺もランドクルーザーと同じ装備になります。ただ全体の作りとしてはカチッとして、なんていうんですかね、豪華さっていうのが感じられます。次はリアシートです。リアシートオフロードバージョンも2列シートの5人乗りと3列シートの7人乗りがあります。今回は7人乗りの方です。で2列シートですが、2列シートは固定式なのでスライドはしません。座ってみます。足元もそんなそれほど狭いっていう感じはしません。でヘッドスペースもまだ175から、身長175から180近くまでは大丈夫だと思います。センターのトンネルもそれほど高くないので、大人3人座ることはできると思います。リアゲートを開けてみます。今この状態だと3列目シートは折りたたんで、床下に収納されている状態です。この状態でラゲージスペースは奥行きがだいたい113センチ、それから左右幅はだいたい131センチぐらいなので、かなり広いです。もちろんゴルフバッグとか3バッグ、4バッグも買えるかな。で今リアシート、3列目シートを起こしてみます。左側のスイッチで、オートマチックで、ちょっとスピード遅いんですが、立ち上がります。ヘッドレストは、手動でやります。
でこの状態だと、荷室の幅っていうのは、まあ、あまり大きくなくて約23センチかな、そのぐらいになります。3列シートに乗り込んでみます。3列シートはセパレートの1人、まあ、2人掛けになってます。でクッション自体はあんまりクッションはありません。フラットな感じなのでヘッドスペースもギリギリですし、足もやや狭い、まあこれは当然だと思います。で、乗り降りは2列目シートをチルトアップさせます。これもオートマチックです。この状態だとすごく本当に乗り降りはしやすい。まあ、これでリアシート3列目がもうちょっとこう豪華な感じだったら結構ゆったりとした感じで座っていられるのかなと思います。3列目シートを同時に倒してみます。もちろん電動式スイッチです。途中でヘッドレストがバタッと倒れて、で、今2列目シートもポップアップした状態なので、この状態だと本当に荷室は広着です。まあ、あの3列目と2列目のところに段差はできるんですが、かなりの長尺物が積めるという、まあそういう感じになります。運転席周りです。レクサス LX も指紋認証で、スタートします。 LX はすべて V6 3.5 リッターのツインターボガソリンエンジンなので、タコメーターは7000回転からです。でコックピット周り、トランスファーの選択とか、それからドライブセレクトモード、それからマルチテレインセレクトなど、各種のセレクターがあります。これらをうまくこう選択して走るというのも楽しみです。車高調整も瞬時にできます。これ今回車高調整にかかる時間が短縮されました。でポジションはノーマル と、セレクト、ノーマル、ハイの1、ハイの2、それから、乗降時のローというのが基本になってます。オフロード走行の時に助かるのが、マルチテレインモニター、これ4つのカメラで、車の周囲、それから下の部分を、見せてくれるという装置です。パワーユニットは V6 3.5 リッターのツインターボガソリンエンジン、415馬力、650ニュートンメーター、で10速のオートマチックミッションを組み合わせてます。走りなんですが、これがもう本当にランドクルーザーと同じシャーシー、まあ、もちろん同じシャーシーなんですけど、使った車とは思えないほどしっとり感があって、全然なんていうんですかね、こう上下動もしっかり抑えられてますし、高速の安定性っていうのも別物だというふうに感じました。さらに今回ちょっと撮影はできなかったんですが、オフロード走行のために、デファレンシャルロックがフロントとセンターとリアと3つが標準装備されているので、相当レベルが高いのではないかなというふうに思います。